行くぞ。気をつけましょうね。気をつけましょうね。どう？うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。どれどれ。うん、印の方は何か進展あった？プラクトシデスが今週に来てるなんて、思った以上に厄介だね。細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない。誰もが等しく共鳴の力を授かるべきだって。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ、他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか？はい。ですが彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。真の目的は分かりませんが、それもまたレイン様が伝えたい情報の一つなのかもしれません。それにしてもあの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も記録もとっくに済んでたよ。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住させた。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはり
スカーに連れ去られたのですね。私たちでスカーを捕まえることができれば。ああ、さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。レイン様はそれに気づいて漂白者さんに警告しようとしたと。ブラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないこともレイン様はあらかじめ把握していた。ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。どうして？ああ、つまりレイン様は護衛を手配してたってこと？必ずしもそうとは限りませんけど、きっと。どうかしましたか？今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、闇にうごめくフラクトシデス、このすべてが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体。何があったとしても、あなたは私たちが知っている。いつ、そうそう、残像とか音階とか全部素手で引き裂いてくれるあの漂白者だよ。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。あとは日時計だけか。モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした真のメッセージが隠されているみたいです。12の刻を意味する羊の刻。羊の刻、スザク。これがカラクリを解除する鍵になるかもしれません。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには、指針と外の輪にあるメモリを合わせる必要があるでしたね。つまり十二地支の。正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。それを指針に合わせたら完成ですね。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武。何度も強調された方位は。白虎じゃないみたいですね。わあ、本当に解けた。すごい。あ、私たち見ちゃダメだよね。ほら、ヤンヤン、早くそっち向いて。まあ、ちゃっちゃか見ちゃって。早く早く。交流に関する全ての資料が保管されているデータベースです。参照すれば、あらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに、類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は、祭主の管轄下にあります。なので、レイン様は、アクセス権限を他の人に付与することができるのですが、変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は、
精細かつ正確なものです。なのでもし高蘭類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのならあることを意味します。それは過去に漂白者さんは昆州と何かしらの関係を持っていたということ、そしてその関係が普通の関係ではないということ。昆州、それどころか交流にとっての大切な人ってこともありえるのか。もしかして私たちとんでもなくすごい奴に出会ってしまったのでは。どうかしました？他に何か気になることでも。はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。天帝は昆州設置時に一番最初に落成した構造物で、昆州で方位を示すときはそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を。ほら言った通りじゃん、やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって、レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。おいおい、ヤンヤンを余計に心配させないでくれよ。漂白者さん、どうかお気をつけて、あなたの帰りを待っています。ただ勝つのみ。大当たり。そちらがデータベースの入り口みたいだ。一部が水に浸かってしまっている。水位を下げれば先に進めそうだ。謎解きはまだまだ続くらしい。まずは中央にある施設を確認してみよう。なるほど、確かにこの装置は楽器みたいだ。でも肝心な音が5つ足りないせいで演奏はできなさそう。
つまり音刻に欠けている音を5つ全て入れて曲を演奏させればデータベースに行ける。吸音台の後ろから音がする。欠けている音の一つのようだ。装置に入れてみよう。やっぱり旋律が灯された。そっちのリュークを鳴らせるようになったみたいだ。水の下から昇る流鐘、鐘を鳴らせとはこのことか。新しい通路が開かれた。次はそっちか。他の変形に残像が、いや本物ではない。投影なのか。破壊されても警戒モードは起動されないようだ。やけに静かすぎる気がする。これは次の音刻の情報。何やら方位が示されているようだが、西に音があるようだ。よし、これで二つ目ゲット。装置に戻しに行こう。水位が下がり、東と西にそれぞれ流湖が出現したようだ。他の音刻の手がかりならそっちにありそうだ。一旦降りて行ってみよう。ロックされた。先に他の流行を起動させろってことか。
こっちが正しいみたい。指示にここまで手が込んでるとは、実に霊院らしい。これでどうぞ。反対側の竜子も解除したみたい。念のため離れる前に確認してみよう。そっちの音、音刻か。やっぱりここだ。でもまずは投影された残像を何とかしたいと。ここは光竜の命綱と言っても過言ではない重要な場所。投影だけで守れるとはとても考えにくい。おそらく霊院の目的は、今は先に進もう。3つ目の音刻も入手した。吸音台に戻ろう。来るべき時に備えよう。新しい足場が登ってきた。道をつなげていこう。誰かの視線を感じる。音刻の音だ。四つ目も入手。いよいよ終盤か。水位もかなり下がってきた。よし、あと一つだ。熱烈な歓迎だな。全ての音を集めた。吸音台に戻ろう。これでデータベースへの扉が開く。
これが高蘭類書。光竜の全てが記されているデータベース。ここには誰もいないみたいだ。とりあえずレインが到着するまで使えそうなデータを探そう。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかも木っ端みじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。罠か。面白い。まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らが遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、いけるな。はっ、遅いぞ。これでどうぞ。いや、これで決める。俺も混ぜろ。借りてくぜ。当たらないよ。惜しかったな。もっと頑張りな。よっと。は？待ってたぞ。これでどうか。任せてください。バイオミメティクス。気をつけましょうね。獲物が自ら寄ってくるのは今ここは二人き。まずはその怒りを鎮めてくれ。俺はただお前に忠告したかっただけなんだ。その目に映るもの全てが真実とは限らない。他人の言葉は無駄だ。何事もすぐに結論を出そうとするな。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はないのか。花よ、いけますか。守らなきゃ。Yeah.
それでどうだ。どうやら後をつけてたこと気づいてたみたいだな、漂白者。俺の元凶は挟み撃ちでしか破れない。それなのにいつもお前のそばにはそれを可能にする心の通じた仲間が現れる。だが今レインと手を組むなんて俺は悲しいな。本当に人気者だな。無事ですか？大丈夫に決まってるだろう。彼が傷つけば傷つくのはこっちの心なんだ。漂白者、今回の俺の失敗はお前への贈り物と思え、ほんの気持ちとして受け取ってくれればいい。俺を選べば全てを話してやる。ほう、なるほど。レイン様に先手を取られたのか。お前らの企みは一体いつ計画されたのか気になって仕方がないな。謎を解き、レインの情報を得ることができた。でも時間はまだ分かってない。他にも手がかりがあるはず。日時計を回した時、それが示すものも変わった。光の下でならその上に指針の影ができる。偏底を中心とすると玄武の方位は北。牛の刻、夜が明ける前に。
約束、お互い守ることができたようですね。改めて自己紹介を。今志と申します。ようやく会えましたね、漂白者。それより遠回しな方法で試すような真似をしてしまいましたよね。申し訳ございません。ですが予想外の事態が重なり、他に道はありませんでした。今週は現在採取が不在です。はい、採取は文明の案内者であり守護者でもあり、そして文明そのものでさえあります。ですので採取の不在は大きな波乱を意味し、深刻な事態を招きかねません。漂白者、このことは内密にお願いします。今週の採取である核はフラクトシデスによって拘束されました。世はこれまでこの件を全力で追いかけていた。これがあなたに会えなかった理由です。ええ、世は核とある程度の感覚を共有していて、彼の記憶、感受と所在をうっすらと感じることができます。まだ所在までは分かりません。今も核が危険な状況にあることは感じています。しかしそれと同時に世は元凶を突き止めることができました。はい、フラクトシデスは悲鳴がもたらす災いを望んでいます。その観察であるスカーは3つの目的を持っています。1つ目は漂白者の尾行調査及び勧誘、2つ目は核を確保すること、3つ目は名識を蘇らせること。何かの拍子で漂白者の持つ力が知られてしまったのかもしれません。一番の可能性は核経由、そしてあなたの力は間違いなく彼らに有益なものです。反対にあなたが勧誘を拒否された場合、計画に支障をきたしかねない不安要素となってしまう。なので狙われた可能性が高いですね。スカーを捕まえる方法ならあります。それに彼の身柄を確保できたら、しばらくフラクトシデスはあなたに手を出せないはずです。なのでいかがでしょう、協力していただけませんか。身の安全は世が確保します。信じていただきありがとうございます。でもここに至るまでに印を通じて多くの情報を入手したはずです。さすがは漂白者、今の情勢は見た目以上にずっと深刻です。名識が再び蘇ろうとしています。文明の敵であり、その文明の集合的無意識に潜む無礼と心の闇、我々人類が克服すべき強大な敵です。我々もその災いを全力で防ぐ所存ですが、フラクトシデスも一刻も早く名識を蘇らせようとするでしょう。はい、前にあなたが倒して吸収した残像無感者は戦争そのものの具現、戦死者の怨恨、生き延びた者の恐怖から織りなされたものです。無感者という残像は名識の力の投影です。今週が交流の最前線として不屈の精神と抗う意志を誇るのであれば、その誇りの裏にはやまない戦争に対する恐怖がうごめいています。あなたは肉体で名識の残像を吸収、さらにそれと共鳴することもできる。歴史には一人の英雄がいます。
肉体で残像を吸収し、明式戦争で交流を救った英雄。今週設置の資料にもあの方に関する事象が記載されています。その英雄はあなたと尽きぬ関係を持つ可能性があります。はい、それは世一人の判断ではなく、核がそう囁いてくれました。あの未完成の彫像のことですか？はい、それが核です。そうなのですか？世にも教えてください。核に関することなら世が知っている可能性があります。これは先ほども申し上げましたが、世は核と共鳴できます。その記憶はすべて核が実際に経験したものです。共鳴で似たような情景を見たことがあるから、つまり本当にあったことの可能性が高いです。ということは、あなたが歴史に名を残す伝説のあの方、核の隣に並んだ親友です。一般人と比べて共鳴者は長命ですが、確かに100年近く同じ要望を保ち続ける先例はありません。でも時間のことよりも他に気になることがあります。それは自分で見つけ出す必要がありそうです。核が最後にくれたヒントは、北楽の原に向かって明式を探し出す。北楽の原であなたの納得がいく答えにたどり着くかもしれません。明式の復活に伴い、内部の脅威も外部から迫る危機もだんだんと表面化してきました。何もかもが交流の歴史にあったあの危機と似ています。これこそがあなたがここを訪れた理由なのかもしれません。いいえ、突如空から舞い降りた英雄に全てを委ねようとは思っていません。ただあなたには自分自身についてもっと知ってもらいたいだけです。今のあなたの一番の悩み事に対して、世ができることはこれくらいしかありません。もちろん今週の力になっていただけるのなら、それに越したことはないのですが、あなたの自分の過去を知りたいという気持ちを利用したくはありません。今週の人々は世の民であり、自分の民を守る役目を他力に任せるつもりは断じてありません。世が力を持っているというだけでなく、本州の全ての将兵と自分の役割を全うしている人々を信じているからです。あなたも己の身分が分かれば、おのずとどう行動すべきかについて結論が出てくると思います。そして交流に尽力してきた英雄なのですから、昔もそして今も。全てが終わった後、今週交流を離れたいのであれば、世は阻むことなどいたしません。何かあればいつでも世に連絡してください。ただここでのことはあなたと世だけの秘密でお願いします。交流領内で数十の重罪を犯した大罪に、レインの名をもってお前を逮捕する。弁明ね。まあ物語の一つや二つ用意できなくもないが、おなあレイン様、あいにくくだらない社交辞令なら間に合ってるんだ。
聞きたいことがあれば単刀直入に言え。いいだろう。その代わり正確に答えよ。何が知りたい？核は未来の予知、そして未来を修正できる採取、俺らの崇高なる理想の邪魔になる存在だ。決められた偽りの未来を打ち砕き、俺たちが享受すべき本当の未来を手に入れる。そのための障害であれば排除するのは当然のこと。何が知りたい？名式は新世界の扉を開く鍵だ。それらを集わせ、真の悲鳴をこの世に降臨させることで新世界の扉が開かれる。何が知りたい？災い？呪い？天罰？浅はかだな。悲鳴は死と滅び、そして幾千幾万の残響をもたらす。それらが乱れ混じり攪拌される。新たな命と文明はそうすることでしか誕生し得ない。何が知りたい？決まってるだろう。お前が欲しいからだ。台風の目に身を置きながら自分の価値の片鱗すら理解していないとは、鈍い、そして甘い。ああ、心配しないでもいい。お前に対する興味は何があろうと尽きないよ。何が知りたい？核の拘束、名式の復活、悲鳴の加速、今週に、いえ、全人類にあだなす大罪だぞ。だが、漂白者の勧誘は諦めよ。大事な今週の客である以上、指一本触れさせはしない。見事、見事だ。素晴らしい演説には賞賛を与えよう。だが、名式の復活は目前に迫っている。今週が挟み撃ちされた時、果たしていつまでそんな綺麗事を話していられるだろうか。一度はそちらの計画を破綻させたならば、何度だって同じことはできる。最後にこれだけ聞こう。核の牽制、漂白者に対する尾行、基地村の待ち伏せ、あなた一人の仕業とは到底考えにくい。まさか。ああ、そのまさかだ。今週にいるフラクトシデスの観察は俺だけじゃない。やっと気づいたのか。以上、俺からの誠意あふれる回答だ。まあ、とんだ茶番だったけどな。お前らに何を教えたって何も変わらない。いや、変えることなどできない。歴史はただ正しい方へと進むだけ。そうだ、俺からも一つ質問させてくれ。核の失踪は俺たちの仕業、お前らはそう信じ込んでいる。でもよ、そんな単純な真相、物語としては二流だ。そう思わないか？何が言いたい？聞きたいか？ならおいで、レイン様。この秘密、お前だけに教えよう。いけません、レイン様。そんな。
ありえない。意外？それとも驚愕？だがこれはまだ序章に過ぎない。お楽しみはこれからだ。そう、これが各自らが下した予言、決められた運命だとしたら、未来を司る存在である祭司がお前らを見捨てた、その事実が何を意味するか明白だとは思うけどな。俺たちはただやがて燃え盛る大火に変わる種火に薪をくべてやっただけのことなあ、漂白者、俺と賭けをしないか。失った記憶を追うお前のこれからについて。危ない。お前は俺たちと肩を並べるべき黒ヤギだ。新世界へとたどり、その地を開拓する権利を持ち合わせている。なくした過去を完全に取り戻す時、お前は俺たちの仲間になる。その未来に俺は賭けよう。ブラクトシデスはいつでもお前の席を用意している。では漂白者、俺はその時を心待ちにするとしよう。ごめんなさい、漂白者。スカーの言う核については今週の根幹に関わりますゆえ、まだお話できません。撹乱するための挑発か、それとも、とにかく核に直接確認しないと。核は今週の守護者たる祭主で、レインやセイムに助言や補佐を行います。決断自体はレインが下すのですが、核の助言のない独断専行は合理的なものになり得ないでしょう。核は未来を予知することができます。その予知の軌道から外れる事象が起こったことはありません。核は未来の軌道を修正するためにいなくなったのかも。何にせよ、核の真意は核にしか分かりません。それと、核からあなたへ伝言がありました。地から天へと注ぐ滝の雨の時、長き眠りから目覚めた者よ、北楽の花で良き将軍キエンを見つけよと。ええ、キエン将軍は北楽の原で残像長を食い止めています。名式との戦争の最前線で。それゆえに、その地は最も危険な地域とも言えるでしょう。しかし、核が地から天へと注ぐ滝の雨の時と、あなたが自身に関する情報を探していること、世も承知しております。ブラックショアという組織をご存知ですか？厳しい選定基準、構成員の高い秘匿性を誇る謎めいた組織です。あなたが目覚めた日、ブラックショアのメンバーからの接触があり、その人物について尋ねられました。大丈夫です、彼らは敵ではありません。ブラックショアは悲鳴の規律を予想するシステムを築き、それを通じて各国と協力関係を保持しております。確かに霧がかった部分はありますが、決してフラクトシデスのような悪行に走る組織ではありません。ブラックショアのメンバーの数名はあなたの動向を観測するため今週領内にいるはずです。今回の面会においてもその者たちの助力があったのですよ。この黒い花がブラックショアの証、全員一様にこれを身につけているはずです。漂白者、この一連の事件であなたも自分が置かれている状況を多少なり理解できたはずです。この世界の行方を揺るがした数多くの歴史的事件の裏に、眠りにつく前のあなたの姿がありました。ただ、世の口から全てをお話しすることはできません。
採用にある真相はあなた自身の手で見つけ出す必要があります。核の問題を解決するためにもまずはその写真を頼りに調べれば何かわかるかもしれません。脅迫者、どうかしました？やはりこの組織と何か由縁があるようですね。あなたの動きはフラクトシデスに厳重に監視されております。ブラックショアを味方につけることができればそれに対抗する心強い助けとなってくれるはずです。我々も必ずや核を見つけ出します。そして得た情報は包み隠さず全てお伝えします。約束ですよ。ええ、これで決まりです。参加。は、レイン様。しばらく今週を離れる。変定の事務を任せる。承知しました。では、漂白者様の護衛は？護衛はもう良い。今回は夜も調理も不在となる。事務をこなせるのは、そなただけだ。調理様もご状況に。中部大地で待ち伏せた際は、特に情報を得られませんでした。おそらく。フラクトシデスの存在を漂白者に示したが、中部大地での一件、次にまた、スカーのように厄介な敵と相まみえる時は、よと、漂白者を信じて。はっ。レイン様がいかなる指示を出そうと、私はその実現に尽力いたします。審判も面会も終わりました。スカーはただ今週のレインとあの客人に自分の話を聞いてほしいだけだって。目的は分かったし、別にもう好きにさせても問題ないんじゃない？漂白者は印に託されたメッセージを全部解きました。策士として彼と会うのが礼儀なのでは？なかなか回りくどいメッセージでした。漂白者以外にそれを解けるものはないと存じます。些細な行為からその人の品格がわかる。漂白者もそれを知っているはずよ。ま、どのみち彼が核の予言通りに動いてくれればいつかは会える。話を戻そう。スカーから核の何を聞いたの？核は世と戦う運命にある。今週の未来に関わる戦いを起こすと。それは意外だね。でもその顔、あなたの想定内ってことかな？核との対談で感じた違和感、それと彼が残したメッセージ、薄々気づいてはいました。疑問の。そう。最後に感じた核の居場所はどこ？上昇山です。今週と違って、あの山は今でも時が。止まっております。核が最初に現れた場所で今週最古の集落か。なるほど。核は世が必ずや見つけます。一難去ってまた一難、そういう時こそ上に立つ者の決断力が問われるのよ。重々承知しています。ただこれは
今週の運命に関わることなので。もしかしてスカーの言葉に動揺しちゃった？そんなことはないです。彼の言葉は挑発や強さではなく、ただの疑問への回答です。要は各直々に選ばれた霊員です。おそらく予言が示すのは、世が核と戦うということではなく、その戦いで今週の未来が決まるということ。しかし世がやるべきことは変わりません。本心に従い。へえ。微塵たる小石もいつしか高根を揺さぶる巨岩となる。調理先生の教会は、これは世一人で成し遂げることです。よろしい。このゲームも中盤といったところか。ではそろそろ打ち手の交代だ。あなたにわらわも五番の上へ赴くとしよう。こたびの危機はどうであれ、わらわはあなたのそばにいるよ。果たして誰が打ち手で誰が御石なのか。どのみちやるべきことをやりきるだけです。